愛知水保大学水保高等学校は愛知県名古屋市水保区春叩き町にあるシリーズの高等学校である。通称、試合などでは愛未来水保、水保と呼ばれる。主に難関私立大学や国公立合格を目指すために編纂されたコースで国語、数学、英語を中心に主要科目に重点を置いている。一年次で基礎学力を養成し、 二三年次で実力を伸ばして、国公立、難関私立への合格を目指す。月、日、金の三日間に七時間目を設定。また土曜日に、国語、数学、英語の三教科の補修を行っている。また夏休みには、約二週間の補修と学習合宿があり、愛知県岡崎市にある、愛知県青年の家で行われる。冬休みにも補修がある。また、 一年時には、大学入試センター試験対策コースと、私立大学受験対策コースに分けられ、進路希望に応じて、補修を実施する。国公立・難関私立を目指しているため、就職希望者は、ほとんどいない。ただし、万が一進学 A コースにいて、就職希望になった場合に進学 B コースに変更することもしばしばある。また、 成績不審者も進学 B コースに行く可能性がある。進学を前提とした基礎学力を図るためのコース。4年生大学や短期大学、専門学校等に進学を希望する生徒のため、1、2年時には、国語、数学、英語等の主要教科の基礎学力向上に重点を置いている。また、一般入試のほか、A.O. 入試。 推薦入試などの様々な入試形態が取られているため、これらの受験に必要な小論文指導を実施し、3年次では、志望校に合わせた、きめ細かな指導を行う。また、受験内容に合わせて、必要な教科の指導を受けることもできる。進学 A コース同様、土曜補習があるが、こちらのコースは希望制である。夏休みの補習や、 学習合宿も希望制である。大学進学者も多いが、就職希望者もいる。主に家政系、生活系短期大学、専門大学を目指すコース。進学 A、B コースには、家庭基礎という科目しかなく、しかも、週2時間しかやらない。しかし生活インフォメーションコースでは、家庭総合に加えて、家庭情報処理、ファッションデザイン、フードデザイン、 自動文化といった科目があり、週10時間ある。女子のみで形成されるコースで、実社会に対応する、実践的な知識と技術を養成。また、資格取得を目指して、補修を行っている。その結果、商業科の生徒は数とに一つは資格を持っている。主な資格は、多摩山、電卓実務検定、ワープロ実務検定など。 一年終了時に二つのコースに希望者を募り、二年から二つ、コースで選んだコースに行く。一年生のクラスは、投稿者にあるため、本校舎に行く機会がないと思うが、本校舎には、母機室やコンピュータ室などがあり、そこを利用するため、本校舎にいることも多い。同様に、本校舎の生徒も投稿者に、図書室があるためそこを授業で使うクラスもある。 経理事務に役立つ専門的な簿記の知識、技術を身につけるコース。実際に会社で働くことを考えて挨拶などのマナーも含めて経理事務に必要な能力を身につける。また、簿記の学習では電卓での計算を基礎に置いて学び、コンピュータの基本的な操作を習得する。授業科目は応援ビジネスコースと大きく変わらないが、 職業種などは変わってくる。コンピュータなどの基本的な操作方法を身につけ、ビジネスに役立てるコース。コンピュータを使った文章の作成、図表の作成など、ビジネスで活用できる技術を習得し、会社に必要不可欠なプレゼンテーションをコンピュータを駆使して習得する。また、IT 社会に対応できるよう、要、再最新への機器が導入された最適な環境で、 より実践的な学習ができる。ありがとうございます。